それでは、アドバンテックの石橋より、2022年、組み込みボードのトレンドといたしまして、COM HPC についてご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初に、COM HPC。これはなかなか聞き慣れない言葉だと思うんですけども、これ何かというところなんですが、COM のところはよく使われています、コンピューターオンモジュールの C と O と M の頭文字を取ったところ。で、聞き慣れないところはこの HPC の部分だと思います。でこの頭文字のところはハイパフォーマンスコンピューティングというところで、この頃出てきた新しい企画となります。これ、まずこういった企画がここ最近出てきましたよっていうふうなところでご認識いただければと思います。で、PICMG っていうコンソーシアムがあるんですけれども、今これお見せしているのが、そこのホームページのトップページになります。で、そこで今やはりこの COM HPC っていうところが題材的にアップされてますように、まさに今、その PICMG のコンソーシアムを通じても力を入れている新しい企画となっております。では、COM のところも少し話していきたいと思います。COM につきましては、先ほどお伝えしましたように、コンピュータオンモジュールの頭文字というところですね。で、一体どういったものかといいますと、一般的な産業用のシングルボードとかマザーボードの場合は、1枚の基板の中に CPU やチップセットやフラッシュメモリー、ラム、あるいは USB やイーサーネットといったペリフェラルとか電源回路が含まれているものが1枚の基板に収まっています。で、COM の場合はその中で CPU やチップセット、メモリーなどを抜き出して1枚化したものです。ただ気をつけなければいけないのが、COM 単体では機能する製品ではありませんので、COM を活用するためには、この右側の方にあります、キャリアボードっていうのが必要となります。この CPU モジュールとキャリアボードを重ね合わせて初めて利用することができるものが COM というものです。続きまして、COM HPC の立ち位置なんですけれども、今現在のこの他の企画との、立ち位置の比較をついてお伝えしたいと思います。このグラフなんですが、縦軸にコンピューターのパフォーマンス、横軸が時間軸となっております。で、今、よく皆様が使われているのが、COM Express のタイプの7、タイプの6、タイプの10とかいったものが使われているんですけども、今回ご紹介しています COM HPC。これは2つほど企画あるんですけれども、サーバーとクライアント、立ち位置はこういったところになります。COM Express のタイプ7、タイプ6、タイプ10といったところから、ちょっとこうグレードが上がったところの比較というふうに、まずはご認識いただければと思います。では、ここまでこういったふうな絵的なところでちょっと説明したんですが、COM HP の特徴をちょっと文字で伝えていきますと、大きく4つほどあります。まず1つ目が、COM Express の単なる延長線上の企画ではないというところですね。で、まあ、従来の COM Express で対応できなかった部分とか、仕様を補完するために生まれた新企画。ここは大きなポイントとしてなります。で、どういったところが新企画かと言いますと、ハイエンド CPU や大容量メモリーに対応している企画となります。で、こういったところで、いわゆる頭脳の部分がかなりグレードアップしましたので、そういったCPU、大容量メモリーを有効に活用するために、新しい規格の IO 規格も採用しなければならないようになっています。で、そこで対応しているのが、この頃よく耳にします PCI Express の Generation 5、あるいは USB4、 イーサーネットとしましては 25GB イーサーネット、これらをサポートしている規格が COM HPC となります。まあ、ちなみになんですけれども、アドバンテックとしましては、この COM HPC の使用規格の策定のメンバーの一員となっております。それゆえに、他のベンダー様よりも早く COM HPC の製品を市場にリリースした事実があります。では、続いてなんですが、先ほども少し新規格に触れたんですが、どのような新規格に対応しているかっていうところを少し細かく話していきたいと思います。まず、先ほどもお伝えしましたように PCI Express の Generation 5ですね。で、この PCI Express の転送レートが 32GB トランスファーパーセカンドというところとなっています。で、これこの数値だけ見るとあまりわからないところなんですけれども、一般的に今使われているものが PCI Express Generation 3とかがあるんですけれども、これが 8GB トランスファー。
で、今、第11歳、タイガーレイクとか CPU が出てるんですけど、ここら辺がサポートしてるものが PCI Express Generation 4で、これが 16Gbps。で、これで 16GB ですね。さらにここで出てきたものが PCI Express Generation 5が32ということで、8、16、32とだいぶ上がってきてますので、この驚異的な速度っていうのがお分かりになるかと思います。もう一つのが USB の4ですね。いわゆるこうサンダーボルト、ニアリーイコールサンダーボルトと捉えていただければいいと思います。で、これ、皆様が使っているノート PC とかに今採用されているものが USB 3.1 のジェネレーション1とかが 5Gbps。で、これが 3.1 のジェネレーション2とかになりますと 10Gbps。で、早いもので USB 3.2 の規格になりますと 20Gbps となりますので、この USB 4の 40Gbps がいかに早いかっていうのがお分かりになるかと思います。で、最後にイーザーネットですね。これも 2.5Gb、10Gb、25Gb っていうところに対応しております。で、これも比較対象として、私たちのよくノート PC とかで使っているものが、ギガビットパーセカンド、ギガビットイーサーネットになりますので、これが 2.5 倍、15倍、あるいは25倍と、これまた驚異的な速度っていうのがお分かりになるかと思います。ここちょっと細かいスペックなどを言っていると、今回時間がありませんので、もしお時間がありましたら、こちらのホームページの方に、アクセスしていただきますと、COMHPC に関してのいろいろな情報も記載しております。またちょっと文章を読むのがちょっとしんどいなと言われる方につきましては、こういった YouTube の動画も一緒のホームページにリンクを貼っていますので、こちらを参照いただければと思います。では、なぜ COMHPC というのが今々になって必要になっているかっていう背景についてご紹介したいと思います。昨今の 5G、AI、IoT の台頭により、新しいソリューションの実現のためには、従来のコムエクスプレスの規格製品では対応できなくなったのが背景にあるかと思っております。5G、AI、IoT の台頭で、エッジ側で大量にデータが発生する環境となっています。このデータ処理のためには、ハイエンド CPU や大容量メモリが必須となっています。例えば、60コア CPU や512メガバイトのメモリーなどです。で、このように頭脳の方がアップすれば、同様に通信においても最新規格のスピードが要求されるというところで、先ほどもご紹介しましたように、PCI Express のジェネレーション5や 25Gbイーサネットというものが必要になってきました。このように産業用グレードのハイパフォーマンスかつエッジコンピューティングっていうのが必要となってきますので、そういったところで COMHPC が出てきたというふうに捉えていただければと思います。では、どのようなところで COMHPC 規格製品が必要とされているかというところについてご紹介いたします。まず、先ほどもお伝えしましたように、COMHPC の規格には、クライアントモジュールとサーバーモジュールの2つの規格があります。例えば、クライアントモジュールで言いますと、医療関係とか FA 関係、ゲーミング、デジタルサイネージ、こういったところでの活躍が期待されております。一方で、サーバーモジュールにつきましては、ネットワークコミュニケーション関係や、半導体のテスト機器、こういったところでの使用が期待されているというものになります。ちょっとここまでだと、具体的な内容ではありませんので、一歩踏み込んで、どのようなところで使われているかといいますと、ネットワークアプリケーション、ここが今、まさに注目を浴びているところとなります。具体的に言いますと、5G の市場ですね。そういったところでどういうふうに使われているかと言いますと、SDN スイッチだとか、5G の小型基地局、あるいはネットワークトラフィックプローブ、こういったところで使われているのが COMHPC の規格となります。では続いて COMHPC 規格の私たちの製品の紹介に移りたいと思います。2022年、私たちは COMHPC の製品を 3つほどリリースしていきます。で、この製品をリリースしたと同じタイミングで、デバッグ用のキャリアボードも、同時にリリースしますので、お客様の方で原理モデルの開発など、すぐに進められる環境を準備していくとなっています。2022年、ご期待いただければと思います。では、少し製品の、紹介をさせていただきたいと思います。
まず一つ目、ハイエンドの製品のSOM-E780 です。これ何がすごいかと言いますと、CPU が AMD の EPYC というサーバークラスのものを使用しております。なんとコア数が64コアです。これアドバンテックならではの製品でありまして、通常の COM HPC 製品におきましては、この64コアまでサポートしていませんが、アドバンテックの方で標準の仕様に少しスパイスを加えることで64コアまで対応しています。尖った製品です。で、次にミドルレンジの SOM-D580 です。これはインテルのアイスレイク D-HCC を採用しております。これはコア数が20コアです。先ほどの AMD の製品の64コアから比較しますと少ないように感じますが、今巷で流行っていますタイガーレイクとかが8コアですので20コアというところでかなりコア数が多いものです。こういったものは 5G の基地局とかで活用できるものです。で、最後にローエンドの SOM-C-350 です。これはインテルのアルダーレイク S を採用しています。この製品はソケットタイプですので、お客様のパフォーマンスによりまして、CPU を i の5とか i の7とか i の9とかいろいろ選んでいただくようにバリエーションを揃えております。最後に振り返りといきたいと思います。2022年は COM HPC は産声を上げました。5G、AI、IoT などの次世代アプリケーションにはハイパフォーマンスかつエッジコンピューティングが必要となっています。COM HPC はきっと皆様の要求を満たすことができる製品だと私たちは確信しております。ぜひ COM HPC 製品を皆様の方でご視聴いただければと思います。ご視聴どうもありがとうございました。